最近でいうと銭湯通いとサウナ水風呂の大手交互浴のおかげで本当に少々の寒さなら大丈夫な体になったと思ってるんですよ。ただなぜ最強寒波でしょ、10年に一度レベルでしょ、もう一段階ギア上げとかんとあかんのちゃうかってことで、この前オアパスのスタッフの会議で知らなかったんですけど教えてもらったんですよ。ガチさん、超冷却サウナって知ってますか？知らんねえと、はい、行ってまいりました。これが何やらやっぱ体を強くする、体をポカポカ温めることにもつながるということなんですよ。ちょっと逆のような感じもするでしょ、ひゃーひゃーとか言って思いますけれども、クライオ大阪さん、にね、まあ言うところのどんなもんやいかな超冷却サウナどんなもんやい、冷却でもサウナっていう言い方ですよ。で、逆サウナというんですって、まあサウナって温かいもんというイメージなんですが、行きました。マンションの室です。ボクサーパンツに履き替えて、グローブ、靴下、ブーツ装着、はい、で、まさにガウン羽織って、ちょっとあのボクサースタイルですよね。で、あの縦型のキャビンがあってね、でそこに体をダウンを脱いで体を入れて、ぐるり360度立ったまま覆われるような機械があるんですよ。首から上だけ出てます。はい、入りました。そこに液体窒素をシューッとこうモクモクッと吹きつけられるんですけど、はい、それが実にマイナス120度から180度の機械です。凍ってしまうんですか、体が。確かに冷たいですよ。冷たいんですけど、なんか耐えられる。数字を聞いたらヒャッと思うけども、はい、まあたったの2分なんですよ、実は。それを浴びるのか、はい、まあ、あっちゅう間っていうのもあります、うん、で、以上耐えられたんですか。あで、足踏みしてぐるぐる体回して動いてもらっても結構ですってなって、足踏みしてて、はい1分です、はい残り30秒みたいな声掛けされて、はい、あの慣れてきたら3分まで行くらしいんですけど、私初心者初めてだったんで2分行けましたね。で、これたったの2分浴びるだけでギューッと血管を収縮させるんです。なんかイメージ湧くでしょ、はい、ます。で、その日8時間かけてゆっくりゆっくり血管が元に戻っていく過程で血流を活性化させるっていうからくりです。温冷交互浴のサウナの後の水風呂のあのイメージやなと、うん、あのいう感じでしたね。で、いろいろね教えてもらいました。免疫反応上がりますよ、で疲労も回復します。だからほらアスリートだったりスポーツ選手もよく来られるんですって。で新陳代謝ももちろん流されるってことは美肌効果もおまけつき、まあ、私そちらにはそこまでのねあの気持ちは持ってかれてないんですけども、だから女性にも人気なんですって。男女比率 50%50% 半々やおっしゃってましたね。で夜10時にもうぐっすり